どうも、ひかりまんです。今回は、いや違う、Uber Eats観察キット17。多分、いつも忘れた頃にやるからな。15件目。はい、ということで、今回はね、いろいろありますね。いろいろあったね。1ヶ月ぐらい空いてるかな。やっぱね、Uber は話題が尽きないんで、本当に一個一個ね、動画出した方がいいんだけど、めんどくさいんで、まとめますね。まず、チップ制スタート。やっとだよ。やっとチップ制来た。はい、ということで、東京以外のところわかんないですけど、東京でね、チップ制始まりました。これで、Uber Eats 全体の品質向上につながると思いますね。今まではね、ほんとカスみたいなゴールドパートナーシステム。もう最近はもうそんなもどうでもよくなってきてますからね。以前はまあ、3ヶ月に1回審査があって、まあそれに通ると Uber Eats のクーポン1万円分もらえたりとか、まだそれは良かったけど、もうそれもなくなりましたからね。だからもう全然もう適当にダーってやってる感じだったんですけど、まあ、なんかね、ツイッターとかでは、例えばその置き配が最近増えてるから、置き配の時に地べたに置くのはちょっと抵抗があるから、自分で用意した紙を下に敷いて置いてあげるとか、っていうのをやってる人がいて、で、それをお客さんがツイートして、こんな気遣いできてすごい配達員でした、みたいな、あげてて、めっちゃいいねとか、リツイートとかね、されてて、あ、いいなと思ったんだけど、マイナス思考の配達員が言ってましたよ。今度紙を使わなかった配達員がバッとされたりとか、そういう風になっちゃいそうで、なんか、あれなんですよね。チップが欲しいからこれやってるんじゃないですか。いや、もう本当にもう、はぁーってなりますよね。いや、いいんじゃん。お互いがさ、した方もされた方も気持ちいいんだからいいじゃん、それ。で、その人はチップ制導入する前にね、ただの善意でやってたわけで。で、別にウーバー配達員になって、個人事業なしで自分、人それぞれやり方違うんだから、自分がいいと思ったことはどんどんやっていけばいいしね。それをなんか、こっちがマイナスになるのが嫌だとか、チップが欲しいからじゃないですか、みたいな。もうそういうやつこそ、めっちゃ早く走って、紙も置いて、ありがとうございましたってメッセージめっちゃいい感じで送ったのに、チップくれねえじゃん、みたいに言うんだよね。チップってそういうもんじゃないかな。プラスアルファで、まあ欧米とかは違うけどね、100% チップをあげる文化だけど、日本の場合も違う。本当に善意でチップとかも関係なくありがとうございましたっていい感じで言えばお互いいいじゃん。言った方も気分良くなるし、言われた方ももちろん気分良くなるし、あ、いい配達になるってなるし、そういうプラスアルファのところで日本の場合チップってねついてくるものだと私は思います。はい。と言ってもまあみんなチップ欲しいですから、善意でね、別にチップのこと関係なしにいい感じで今まで配達してた配達員はそのままだけど、適当にやってた配達員は逆にね、チップが欲しいからちゃんと保冷保温しようとか、できるだけ早く配達しようとか、だから注文がピコーって入って、まあ5分ぐらい休んでから行くかなーって言ってた配達員がチップ欲しいからその5分を待たずに行ったりとかね。あとノーバッカー、バッグ持ってないクソ配達員とかは、冷めた商品渡すとチップもらえないからちゃんとしたバッグを買おうみたいな、そういう風に多分チップのおかげでね、 Uber Eats 全体のその品質向上には繋がると思うので、そういう意味ではね、チップ制めちゃくちゃいいと思いますね。で、チップの払い方がね、今のところ2種類僕はあると思っていて、で、最初チップもらいましたっていうツイッターで流れてきてたのはみんな100円が多かったんですよ。で、最近50円とか出てきて、で、俺は最低100円だと思ってたんですけど、あれ50円もあるなと思って。そしたら自分で決められんのかな、金額、と思って、で、配達員で注文した人がいて、で、その人は頼んだ商品の10%とか 20% のチップをあげるみたいな。選択制でその2つ種類しかなかったんですよ。だから自分が頼んだ商品の 10%、20% しか決められない人と、で、自分で10円単位までチップの金額決められる人がいると思うんですよね。そう、だから9000円もらってる人いたからね。続いて、チップ長えな、チップの話が。続いて、今日ね、5月2日、ヤフーニュースのトップになってまして、月収40万。っていうのがありまして、これ、Uber 配達員の月収なんですけど、どういう記事？記事あんま読んでないけど、月収40万とかね、現在の東京ではありえません。
緊急事態宣言を伴い、福岡市などの繁華街では飲食店が伸びる。福岡の話ですね。そう、そうだ、福岡の話だ。福岡ね、めちゃくちゃ、なんか、ウーバー注文があるみたいで、だから、配達員がそこまで増えてないんでしょうね、多分。で、お店は結構増えてると。だから、配達員一人当たりの稼げる金額も高くなるっていう感じだと思うんですけど、で、あと、Uber Eats って3日間の投資クエストがあるんですけど、まあ3日間を通して、例えば一番高いやつだと110件か90件ぐらい、3日間でやるとプラスでいくらあげますみたいな。そういうのがあるんですけど、確か福岡がめっちゃ高かった気がするんですよね。3万とか、確かそんぐらいのは見た気がしますね。で、東京だと、1万7000円とかそんぐらいかな。だから福岡がね、めちゃくちゃ今、Uber 湧いてるんですよね。だそれもあって多分月40万は行くと思うんですけど、東京ではちょっとそれはね、無理ですね。今日だって、今日中野区で僕 Uber Eats やってたんですけど、12時から夜の8時まで8時間やってたんですけど、8時間中5時間半待機ですからね。注文が入らない時間が5時間半ありますから。時給は500円ぐらいですかね。だからそれで月40万稼ぐとなると、1日22時間ぐらい。続いて、まあ今のやつとちょっと近いんですけど、野球選手やオリンピック選手までもが、ウーバー配達員に3000。はい。すごいね。いや、ここまでコロナの影響が来てんだなと思いましたね。まあ、わかりやすいところだとコロナ、飲食店自粛で、大学生のバイトとかがね、まあ、クビになったりとか、バイトがなくなったりとかして、家賃払えねえってなって、どうしようってなって、あ、ウーバーイーツやろうみたいな感じで、大学生とかそういう層の配達員は多分めちゃくちゃ増えてると。まあ、あと普通フリーターかな。ウーバー以外での飲食店で働いてたフリーターとか。がウーバーイーツに流れてきてっていうのが結構多分一番多いと思うんですけど、いや、まさかの野球選手、オリンピック選手までウーバーやりますか。そんな時代が来ますか。で、あとね、女性配達員がめっちゃ増えたでしょ最近。まあその理由ね、僕の予想なんですけど、多分半分以上は飲食店の、まあ居酒屋とかそういう系のバイトがなくなって、ウーバーイーツに流れてきたっていう人が半分以上だと思うんですけど、それ以外にね、コロナの影響で、キャバクラとか、風俗系の仕事してる女性、そういう人たちも多分 Uber Eats に流れてきてると思いますね。で、あと、で、やけに綺麗な配達員とかいるんですよ。まあ、そういう人たちは多分、メンズエステとか、そっち方面かな。で、あと、アイドルの卵とか、まあ、アイドルの卵はもともと前からちょくちょくいたんですけど、まあ、より増えたかな。ぽい感じの子がね。あと、まあ、普通に、若手芸人とか、まあ、元からそういう人たちがいますけど、まあ、そういう人たちもより増えた感じですね。はい。最後。持続化給付金。はい。持続化給付金っていうのは、まあ、フリーランスとか、中小企業に、事業を持続するために、コロナの影響を受けた中小企業やフリーランスに、フリーランスには100万円、中小企業には200万円まで、まあ、上げますよっていう、まあ、給付金なんですけど、Uber Eatsもこれもらえちゃうと思いますよ。多分30万とか、最初30万とかだったじゃないですか。フリーランスに。だからその時の記事で、確か Uber Eats のような雇用形態が分かりにくい、まあ、だからバイトなのか個人事業主なのか一見分かりにくいような個人事業主の Uber 配達員にも適用されますみたいな、そういう記事があったんで、だからこのフリーランス、まあ、Uber Eats 配達員は個人事業主なので、完全なるフリーランスなので、去年から Uber 配達員やってた人は、まあ、だから去年と比べて、今年どっかの月が 50% 減してれば100万円もらえちゃいますからね。で、僕はもうね、100万円応募したんで。まあ、僕の場合、まあ、この持続化給付金に関しては、ちょっともうちょっと詳しくね、別に動画出そうと思ってるんですけど、まあ、僕の場合、今年の3月から自粛な感じあったじゃないですか。なので、もう早めに僕はね、自粛してたんですよ。3月。2月の後半ぐらいからもう3月丸々、ほとんど Uber 休んでたんで、そのおかげで、3月の収入が8万ぐらいだったのかな。Uber だけだと、1000円ぐらい。で、この YouTube の収益とか、あと、ま、いろいろな収入とかで、多分8万円ぐらいだったんで、で、去年の3月が20何万とか稼いでたんですよ。だからもう 50% 減してるから、あ、じゃあちょうどいいと思って、それで申請して、今のところ、100万円入る予定なんですけど、多分もらえると思うね。だから、今東京めちゃくちゃならないじゃないですか。
注文がないじゃないですか。で、去年からね、ウーバー配達員やってた配達員は、もうぶっちゃけ、5月、休みましょう。自粛しましょう。自粛をして、今本当にお金がないと死んでしまう配達員。だから元々のバイトとか仕事がなくなって、もう家賃も払えないみたいな状態になってる人たちが多分ウーバーに今流れてきてると思うんですよ。だからそういう人たちのためにも、で、これ副業でももらえるらしいんで、5月以降からやってた人たちは、まあ、今月ね、5月、がっつり自粛して、持続化給付金100万円もらって、今稼がないと本当に死んでしまう人たちが少しでもなるように、注文が入るように、5月休んでみてはいかがでしょうか。うん、自分のためにもなるからね。まあ、自粛すればコロナをね、他の人に移す危険性もなくなるし、で、自粛したことによって持続化給付金もらえるし、で、本当に今稼がなくてはいけない人たちは自分が自粛してたことによって注文がやっぱり入りやすくなるし、全員いいので、本当にね、まあ自粛しちゃいなよっていうのは思いますね。まああと、俺の企画がちょっとね、ならなすぎるんで、ちょっとそれもすぐ終わらせたいっていうのもありますけど、まあ、自粛してみてはいかがでしょうか。以上、15件目、配達、完了！